ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ浦和より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、ボンドカーズ浦和のツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介させていただく車がポルシェ K マン GT4RS 2023年式4100キロこちらの車両になります。なんと初登場。そうみたいね。車両紹介では GT4 は何度かご紹介させていただいたんですけども、うん、RS は初登場ということでご紹介させていただきたいと思います、はい、でまずこちらのお車なんですけれども当社のお客様から買取させていただいたお車ということ で、はい、特にこの辺の車って素性大事じゃないですか。そうですね、はい、どういう使われ方をしてたかとかもちろん仕入れる時にチェックはしますけど、はい、オークションとかで仕入れると知らないオーナー様なんで、うん、もう想像するしかないじゃないですか。そうね、捕まされるケースもありますからね。だからこちらの車は当社のお客様の買取の車なんで、はい、まあ、どういった保管状況だったかあとはどういった使われ方をしてたかとかって全部把握してるんで、はい、まあ、その辺安心して乗っていただけるか。そうですね、はい、そしてこの車のポイント私の独断と偏見かなり交えてちょっと先に紹介しさせていただいてもいいでしょうか。どうぞ。今回この GT4RS オプションはほぼないっす、うん、これないっていうとすごく語弊があるんでいろいろ炎上しそうですけど車の性能だったりに大きく影響するオプションはほぼないんです。でまとめるとさらにこの豪華にするバイザッハとかその辺のオプションがあるぐらい。ただバイザッハ もう走りをグレードアップするというよりかはビジュアル的なのが大きいっすよね。そうですね、ボンネットがカーボンになったりあと後ろのインテークがカーボンになったりあとウィングがカーボンになったりとかってありますけどもともとカーボンなんですよね。もともとカーボンです ね、 そうですね。カーボンの目が出るかどうか、はい、あとロールケージがなんかチタンになったりとかってありますけど、うん、僕個人的にですよちょっと費用対効果は、はい、結構悪いかなって、ねはいはい、思ってしまいました。あとバイザッハ選ぶとマグタンが選べるんですよね、うん、というわけで、まあ、その辺があるぐらいなものかなと。であとは走りと全く逆を行く快適装備がオプション。例えばクルコンつけたりあとボーズのサウンドシステムつけたりとか、はい、その辺がオプション、うん、ただこの手の車ってもう全く必要ないよっていう方もいらっしゃるじゃないですか、うん、なんであんまり必要なオプションでもないのかなと。そうですね。あとはリフターとか、はい、まあ、その辺はオプションみたいですね。あとは細かいところで言うとおしゃれオプションステッチの色がどうとか、はい、パネルがどうとか、うん、そのぐらいかなと、うん、なんで本当にそのまんまオプションなしを極端な話購入してもそんなに後悔のない車なのかなと。こんな感じの内容になっております。そしてまず外観から見ていきたいんですけども GT4RS ということでほぼ専用ですね、はい、バンパーも専用フェンダーも専用そしてボンネットも専用ということでこれボンネットとフェンダーは先ほども紹介しましたけどカーボンということ で、うん、でなおかつダウンフォースも GT4 よりかも 25% ぐらいアップしているということで、うん、まあ空力がかなり考えられたこの辺のバンパーとかあとこの辺はブレーキのダクトにつながっているんですよ。こういったものが備わってるとなんかめちゃくちゃこう走りの車じゃないですか。そうですね。 K マンっていうワードだけ聞いちゃうとうんと思うけどこれ見ちゃうとねあちょっと伊達じゃないなっていうのはなんとなくこう見た目だけでも伝わってきますよね。これ読み物に書いてあったんですけどヒエラルキーを超越した車らしいですよ、うん、そういうことですよね。そしてあとオプションで一つ重要なところといえば PDLS これもオプションなんですよね、はい、で今回のはついてないということで、うん、ここも必要な方は、まあ、外れないところかもしれないですけど、うん、普通に使うには十分、ね、十分かなと、はいはい、で今回のお車はプロテクションフィルムが前回り貼ってあるということでこの辺も走りの車なんで貼ってあると嬉しいかなと、うん、で距離薄ということでコンディション非常にいいですね。そうですね、はい、もちろんプロテクション貼ってありますけど飛び石もほぼない、うんうん、あんまり高速とかも走ってないんじゃないかなっていう、まあ、そんなにこうガンガン飛ばしたって感じではないですよね。そんな感じしますよね、はい、こんな感じのエクステリアになってます。そして横に回っていくと横も専用装備も盛りだくさんということでまずホイールが専用のセンターロックの単造ホイール、はい、こちらが標準装備になってくるとこれ20インチですよね、うん、でサイズに関しては GT4 と同じフロント245リア295ということなんですけどもこんな感じになってる。でそれに組み合わせるタイヤの方がミシュランパイロットスポーツカップ2ですね。そしてブレーキがだいぶ大型化されてるんですよね、はい、でブレーキはなんとフロント6ボット408ミリということで、うん、GT4 よりなんと28ミリもどでかいブレーキ大きいというね、はい、さらにその上を望む方にはカーボンセラミックの設定もあるんですけど、うん、今回はスタンダードなこちらのブレーキになっていると。で車高の方もスタンダードな K マンより20ミリ、うん、GT4 よりかもさらに10ミリ下がってるということでかなり低いっすよね、うん、でもちろん調整もある程度はできるようになってるんですけども、まあ、リフターもまあ、駐車環境によっては必要かなと。で今回の車ついてないんですよ、はい、ついてないですね、というわけでこんな感じの足元になってます、はい、であとは空力が徹底的に考えられてるんでこの辺タイヤハウスの空気を抜く機構がついてたりとかあとここ飛び石めっちゃ心配ですね、うん、
しっかりここもえぐってある。ちょっとえぐってるね。レーシーな感じしますよね、はい、あとはいいと思うのはボディサイズかなと。で全長の方が4456、全幅の方が1822っすよ、うん、そして前後の方が1267ということで、1800台って結構、それも前半だしね。そうなんですよ。もう大概今ちょっとした、ね、コンパクトカーでも1850とか普通にありますからね、はい、なんでその辺の使い勝手の良さもあるのかなと、うん、普通のモデルよりかもあんまり幅もアップしてない、うん、片側6ミリずつぐらいしかアップしてないんで、そんなにこう役付きでこうすごいワイドになる車とかあるじゃないですか、うんうん、そういう感じではないんですよ。そうですね、なんでその辺の使い勝手の良さもあるのかなと、はい、そして後ろに行くとウィンドウが潰されてダクトになってたり、はい、でこれバイザッハ入れるとなんかこうちょっと空気が取り込みやすくなって、取り込みやすい形状になって、でカーボンの目が出たタイプになるんですよ、はい、でこれも塗ってありますけどカーボンなんですよ、うん、というわけでこんな感じの形状になってると。そして後ろはフロントよりかもググッと太くなって 11J の295、後ろのローターも 380mm ということで、これ GT3 と一緒らしいです。そうですね、だほぼ GT3、うん、380mm ってちょっと前ならフロントのサイズだよね。確かに後ろこんなバカデカブレーキあんまりないですよねそして上に行ってこのリアのガラス、これも樹脂ではないんですけどなんか軽量のガラスらしいですよ。というわけでこんなのも備わって、そしてそのまま後ろに行ってウィング、こちらも CFRP ドライカーボン製のウィングになってる。でこれバイザッハ入れるとカーボン目が出てくると、はい、そしてあとは後ろに行くとこんな感じでスモークのテール、これ標準ですよね、うん、こちらがついてて、エンブレム類も当然全部ステッカー、そしてもう標準で、バルブ付きのスポーツサウンドのするマフラーがついて、これバイザッハつけるとテールがチタンになるんですよね、うん、ただこれもなんか丸ごとチタンじゃなくてテールだけチタンなんで、まあまあまあ僕個人的にもあってもなくてもどっちでもいいかなと、こんな感じのエクステリアになっております。続いてインテリア見てみたいと思います。インテリアの方がクラブスポーツパッケージ、はい、これ無償オプションなんですね。そうですね、うん、というわけでロールケージとあと消火器、あと6点のシートベルト、あとバッテリーキルスイッチ、こちらの4点セットが無償でついてくると。そしてこのカーボンのフルバケットシート、こちらも標準で0円でなんかスポーツシートにすることもできるんですけど、はい、あんまりしないっすよね。でも市場見てるとスポーツシートもそこそこちらほらいるんですか。ちらほらいますね。あ、そうなんすか、うん、なんでこの辺はちょっと好みが分かれるところかもしれないですけど、まあ軽量なのはおそらくこっち、うん、あとやっぱりホールド性がいいのはこっちなのかな、うん、であとはダッシュ側に行ってグレーのステッチでスポーツクロノだけついてると、うん、でスポクロもこの手の車になるともう本当にこのメーターだけですもんね、うん、モードも減ったくらいもないので、はい、本当にこのスポクロの、うん、この表示を4万円出して買うか買わないかの違いなんで、まあ、正直どっちでもいいんじゃないかなと思いますけど、今回の車はしっかりついてると、こんな感じのインテリアになっております、はい、続いて乗ってみたいと思います。このスカフプレートも GT4RS でカーボンなんですね、はい、だいぶいいっすね、うん、でインテリアの他の部分もドアだったりダッシュのパネルも全部カーボンということで、しかもマットですからね、反射しないようになってると。そしてシートはフルバケな、ちょっと失敗しました、はいそして乗り込むとスライドは手動ですね、はい、はい、そして上げ下げ、上げ下げっていうかこう斜め上に出る感じですね、うん、ここだけは電動になってると、はい、で一番下げると結構下がるですね、はい、というわけでここだけ電動になってる。そしてあとは6点、あの行動走行には使えないんですけどクラブスポーツが付いているということで6点のシートベルト、そしてステアリングはこんな感じでレザー巻きのセンターにマーキング、これ同じ同色系の黒ですけどマーキング入ってるこちらのステアリング、そしてパドルと、あとモード切り替えとかないですもんね、うん、はい、そしてメーターはこんな感じで GT4 だと9000がリミットですけど、なんと1万回転まで回る、はいはい、こちらのメーターになってると。でこの辺もあのオプションで色変えられたりとかしますけど、今回1万スタンダードになってる。そしてでダッシュボードはこんな感じでレザーのダッシュ、そして先ほど触れたスポクロもついてます。そしてあとはナビ周りはちょっとキー回します。こんな感じでこれいろんなレビュー書いてあったんですけど、うん、ちょっとナビ周りはあの時代を感じる、そうですね、うん、なんで最新のものがついてなかったんだって言ってる人がいました、うん、というわけで、まあ、でも使い勝手は悪くはないのかな。ただカープレイ使えないのちょっと痛いかなって思いましたけど、こんな感じのナビオーディオがついてると。そしてエアコンは、はい、オート、はい、はい、しっかりついてます。でもちろんシートヒーターベンチレーションはないです。なしですね、はいはい、そして PDK しかないんですよね、うん、
マニュアルの設定がないということでこんな感じになってると。そしてあとはこの辺、はい、バルブの開け閉めと、この辺はもう他のと一緒ですもんね。そうですね、はい、こんな感じになっております、はい、であとはペダル類はこんな感じで、はい、これいつものやつなんで飛ばしちゃいます。そして天井関係は黒のレステックスになるんですか、これ、うん、はい、スウェード調の。そしてバイザーはこのビニールのタイプのバイザー。そして今回の車はドライブレコーダーとレーダー探知機も、ね、はいはい、しっかりついてるということで、この辺もあって嬉しい装備じゃないでしょうか。そして気になる視界の方はロールケージついてても普通にまあまあ真ん中抜けてるんで、むしろウィングの方が確かに、うん、ウィングちょっとかぶりますね、うん、はい、こんな感じの視界になっております。続いてトランク見てみたいと思います、はい、前側のトランクが軽い、うん、フードめっちゃ軽いっすね。軽いですね、はい、というわけで全部カーボン、これすごいっすね、うん、なんか骨組みみたいなこういう形状になってないんですよ、はい、多分表と裏側のこう貼り合わせのタイプだと思いますけど、うん、そして先ほど触れたダクトがここにつながってそのまま抜けてブレーキのダクトに行ってると、こんな感じになってる。そして肝心のこの収納スペース、こちらに関しては125リッターということで、Kマンとかあと GT4 よりかもちょっと狭いみたいですね。なんかどうやらここが少し出っ張ってる関係みたいです、うん、ただまあ十分この手の車にしては、そうですね、はい、うん、割と深さもありますんで、こんな感じのトランクになっております。続いてトランク見てみたいと思います。トランクは結構ウィングついてるんで、あーでもダンパーが効いてるからですかね、はい、こんな感じで。そしてトランクの方が136リッターということで、あのこれは標準よりかなり狭いみたいです、うん、標準のやつ200リッター以上あるらしいんで、やっぱりエンジンの関係でだいぶこう出っ張ってんのかなというわけで、使い勝手はどうですか。まあまあそれなり、三角ですね、はい、そしてそのままエンジンの紹介に進みたいんですけど、エンジンの方が 911GT3 のエンジン、これ 991.2 ですよね、4リッターの方の、正確に言うと 3995cc 水平対向6気筒の NA のエンジン。そして馬力の方が500馬力、トルクの方が450ニュートンで、 GT4 のエンジンって彼らのエンジンの NA 版なんですよ、ね、そうですね、はい、なんでもうエンジン自体が GT4 と GT4RS で全然違うと。であとエンジン自体もなんかドライ散布になってると、うん、そしてこれに組み合わせるミッションも PDK の7速なんですけども、はい、これもなんか GT3 由来の、うん、ミッションということで、乗ると分かる、他のとなんか全然違うみたいです。 GT4 とも全然違うみたいです、はい、なんかギア比も全然違うらしいですよ、かなり加速寄りに寄ってるということで、うん、で当然 PDV なんかも標準ですし、あと機械式のデフ、その辺なんかも走りに必要な装備は全部ついてると。でスペック的には0100 3.4秒、マックス314キロ、はい、というわけで、17号でちょっと試してみたいと思いますそうですね、はい、少しだけ、はいはい、続いて増加類見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。そしてちょっと今回出るまでに長くていいですか、うん、はい、このボディカラーに触れずにはいられないかなと、うん、はい、多分あの沖の説明でなんでこの人たちボディカラーに触れなかったんだろうって多分思われてたと思うんですけどはい、はい、ガーズレッド、はいはい、これはどうですかぶっちゃけ。この車に関しては個人的にはありですけど、まあ、一般的には珍しい、まあ、ちょっとレアでとっつきづらいのかなっていうカラーではあるんですね。ですよね、うんうん、なんでなんですかね、うん、なんかあんまり最近のポルシェ赤ってイメージないですよね、まあ、でも山口百恵さんも歌ってるぐらいなんで、はい、でさっきあのうちのメカニックに言ったら、はい、いやこれ山口百恵のポルシェじゃないですっていうということで、ここはやっぱり好み分かれると思うところだと思うんですけど、うんうん、僕的にも
割とこう黒赤って結構かっこいいと思うんですよ、うんうん、別に取り繕ってんじゃなくて、うん、あとカーボンと赤の相性も割といいと思うんですよね、うんうん、ただポルシェ全体で言うとやっぱり赤少数派なんで、そうだね、好み分かれるところかなと。ただあのダクトの部分とか、はい、あのスワンネックの足の部分とかっていうところをこうコントラストとしてはこの組み合わせは映えますよね。映える。だ黒黒よりかも、うんうんうん、はい、よっぽどなんか黒が強調されるというか、そうそうそう、はい、それはあるのかなと。全然、なんせあの僕赤い車過去2回乗ってましたから、ね、はい、ミニも乗せたし、その前の国産車も赤なんで、まあ、その辺に関してはいいのかなと。あとはだいぶバイザッハ下げをしましたけど、うん、あのそれは僕だってバイザッハついてる方がいいっすよそうね、内心は、はい、ただ260万でしたっけ、うんうん、ちょっと新車で僕が頼むかっていうと260万だの内容はちょっと高いなって思っちゃうっすね、うん、でマグタンもなんか200万ぐらいですよね。そうだね。で PCCB 入れてとかっていうと、はい、オプションめちゃくちゃついてる、うん、内容によっては500万600万の GT4RS もあるんですよね、うん、だその辺はあの本当に好みの部分になるんですけど、うん、 ね、はい、まあ、そこ入れなくても走りの魅力はこの場合あんまり変わらないのかなと、うん、だってスポ液とかも別にないじゃないですか、うん、はい、でスポクロつけないとモード切り替えとかできないとか別にないんで、うん、まあ、その辺はいいのかなと、はい、あとリフターは正直結構車高が低いんで欲しいっていう人いるかもしれないですけど、うん、後付けできますもんね。そうだね、あのロベルトとかね、はいはい、まずその辺はご相談いただけるといいんじゃないかなと、うん、ちょっとなかなかしちゃいましたけど、いいですか、行きましょう。めちゃくちゃ音じゃないですか、音がもう、あ、やっぱりあの GT4 とも違うよね、現代でこの音っすよそしてこのレスポンスですよ、うん、やばいっすよね。で GT4 と全然違う。ポルシェもケーマンまた EV 化でしょ、はい、うん、RS がどうなるかってところですよね、うん、そうだね。 RS はまあ別格として残るのか分かんないですけど、標準モデルはなんと EV モデルになるという、うん、はい、ニュースも入ってきてるんで、すげーレスポンス、バイクじゃないですか。そうね、この吸い込み音とかもね。でカーワウ見て知ったんですけど、うん、これあのパドル両引きするとニュートラル入るらしいですよ。だからサイド引いてドライブ入れて、サイド引いて両引きするじゃないですか、うん、そうするとニュートラルだから4000回転以上まで空振りしていけるんですよ、まあ、なるほどね、はあ、でしかもこれを利用してクラッチ蹴りもできるらしいですよ。両引きして一回ニュートラル入れて、うん、スパンって繋いであげるだけでこうケツが出るっていう、そんな技量はないんで今回は街乗りレビューでお届けしたいと思います。まずは標準状態、はい、そうですね、全部標準でいきたいと思います、はい、これあの GT3 よりなんか聞こえる気がするんだよな、やっぱり室内にエンジンがあるからか。あとあのミッション全然違うのは分かるっすね、うんうんうん、なんかすごいダイレクト感なんですけど、うん、めちゃくちゃいいな。でも値段がそうねプレミアムなプライスがちょっとついちゃってるからね。でも逆転しちゃってるじゃないですか、ね、先代よりかはだかこのエンジンが欲しい人とかポルシェが欲しい人は素直に GT3 に行った方がいい気がするっすね。では参ります。はい、はい、わすごいダイレクト感、うん、あステアリングとかもそんなに超キビキビではないです。これ全然違うっすね、GT4 と全然違う。そしてすげえ。だってこれエンジンあれですもんね、あのスロットル各気筒ごとについてるんですもんね、うん、メインの大きいスロットルもついてるんですけど、やばい少しアクセル踏み込むと吸気がなんか切り替わるみたいで、スロットルがガバッと開くからかな。すごい吸気音が車内に入ってくる。はい、 PDK と閉まる。じゃあ閉まり固めて、はい、バルブもオープンでいいですか、つきまさん、はい、早いやばいこれバイクじゃないですか。バイクだねあ、でも低回転は全然、そんなに扱いづらさないです、うん、
ルクフット。これすごい。別格っすね。シフトめちゃくちゃ速いし。速いよね。そして足は硬くしても、うん、なんだろう、そんなにめちゃくちゃ硬くないっす。ちゃんと路面捉えて、ね、しっかりこうついてくる感じがするっす。でステアリングもなんかちょうどいいんだよな。キビキビすぎない。いやこれやばい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 。ちょっと待ってください。もう一回だけ。あと全部なんかダイレクトに入ってきますね音、うん、エンジンの音が入ってくる。でもなんかGT3RS みたいなああいう音入ってこないんですよ。なんかGT3RS って僕の勝手なイメージですけど、エンジン以外のなんかメカニカルな結構ガチャガチャした音とか、うんガチャガチャね、うん、あと石パチパチ跳ねる音が聞こえる感じしましたけど、うん、GT4 はあんまり吸気とこのエンジンの音がでかいからかな、あんまり気にならないんですよね。そっちはこの音やばいよね。やばいっすね。本当になんか背中にとんでもないエンジンがあって走ってるっていうのが分かる。これすごい。これ全部がこう超ダイレクトですね。ブレーキのタッチもなんかこうなんだろう、パッドがローター触った途端にグッて感じじゃなくて、もっとこうなんかリニアというか、踏んだら踏んだ分だけ効く感じ、グググってこう動力に応じてそのまま効く感じです。結構欧州車とかって最初の初期精度強いじゃないですか。そうね、そんな感じじゃないですね。こう踏み込んでギュッて効く感じで、ステアリングフィールもこうわずかな遊びがあって、こういやこれちょっと飛ばしてみたいな。すごい、ちょっと走りたくなる、ね、走りたくなりますね。全然そんな技量はないけど、うんうん、これはよくできてますね。僕ごときが言うのもなんですけども、だ本当に正統派で言ったら911の GT3 乗った方がいいんでしょうけど、うん、やっぱりこのサイズでこの位置に GT3 のエンジンがあるっていうのはすごい意味があるんだろうなっていう。そういうことなのね。すげえ、本当にバイクなんだよな。バイクっすね。そのぐらいの爽快感がある。ただ思うっすけど、これBOSEのサウンドシステム入れても聞いてる暇ないっすね。そうだね、はい、めちゃくちゃうるさくないですか。いやこれいいな、最高です。月村さん、この音だけでもね。そうですね、もうほんと BOSE とかオーディオいらないよね。いらないっすね。いやここもなんかちょっと世代が古いって言ってすいませんでしたって感じです。いらないです。いやこれもちょっと今高いぐらいですけど、もっと評価されると思うんですよね。そうね、すげえなこれ。だから GT4 とはもう別格、ね、別格っすね。まあ、あれって言ったらなんかもうそのままのこう K マンからのこう派生だけど、ね、これもう全然別の車っすよね、うん、K マンじゃない気がする。いでたちと名前からするとね。確かにだけど、多分まあまたこれからどんどん評価されていくんだろうねこの車は。現代によってこんなうるさいんですよ。ただあとこれがちょっと開けづらいですよ。そうだね、そう、うん、これ普通のレバーでよかったな、うん、かもうピルって出てるタイプの紐。そうね、両方つながってるからこっちの後ろ側を引くんですよね、うん、そうそうそう、だこう前側からグッと引ける感じだったらもうちょっと開く。そうなんですよ、そうなんですよ、ね、後ろ引くんですよね。こっち引っ張らないといけないからね、うん、そこかな、うん、あとカーボンもちゃんと全部車外のやつは
車内か、うん、車内のやつはマットなんで反射もしないし。そうね。いや正直もうこの手の車だったら走り行かないと意味ないでしょってちょっと思ってたんですよ、うん、全然街乗りで楽しめますね、うん、多分本当に峠ワインディング少し流したりとか、それこそ空いてる首都高を少し流すだけでも、そうね、全然楽しめると思う、うん、で技量のある人は本当にサーキット持ち込んでもらっても応えるスペックなわけじゃないですか、うん、そのさっき話してたお客さんさ、アタックするときに、はい、やっぱりスペッチとマクラーレンは、はい、やっぱりこう気温が暑いと、はい、全開出せない感じになるけど、こいつは、はいはい、もうほぼ全開で、へー、その油温だの水温だのとか気にせず、あ、懐深いんですね、うん、だ、まあ、ストリートは場合によってはもう全然サーキットより過酷ですからね、だからメカとしてはすごい優秀だ、そして安心して飛ばせるってこれ、だって、ね、夏場の都内の渋滞なんて言ったらもうサーキットより過酷じゃないですか。そうだね確かにそこを全然軽くこなせてサーキットでも軽快に走れるってすごいっすよね、うんうん、真夏の新東名渋滞に巻き込まれながら富士で走って、確かに、また渋滞に揉まれて帰ってくるっていう使い方もできるって。いや、あとびっくりしたの、運転めちゃくちゃ楽なんですよ、うんうん、びっくりしますよね、うん、本当にあのウラカンとか乗るともうアドレナリンも出るんですけどすごいこう強いられるじゃないですか。そうね、ポルシェってどのモデル乗っても、うん、なんかこうあんまり強いられないんですよね、うん、全然楽、なんかこう硬い字張らずに乗れるけど、はい、スパルタン、実はスパルタンっていう。そうですね、だからこの本当にだからペダルフィールとかこのステアリングフィールがすっごい絶妙だと思うんですよ、うん、キビキビしすぎてないから全然神経使わないし、うん、はい、本当に少しこう、あ、こういう感じねって確認するぐらいで乗れちゃう。すげえな、やっぱり欲しいっす。ポルシェってすごいよね。欲しいっす。新車で頼んでみたいっす、僕もTTS で頼んでみたいっす。 あ、そう、あともう一個思ったのは、あのバイザッハ頼むと250万ぐらいするじゃないですか、うん、でマグタン頼むともう200万ぐらいで、カーボンセラミックつけてなんていうと結構な金額になるじゃないですか、うんうん、それだったら、あの最近あれ出たんですよね、あの満体パッケージ、うんうん、日本多分ないと思うんですけど、アメリカですけど、うん、満体パッケージつける方がいいかな、いっそのこと。え、それどういうパッケージなの？いや、なんか足回りとか全部変更されて、はいはい、ニュルが7秒だか8秒速くなるパッケージ、満体パッケージ、はい、満体レーシングの満体パッケージ。満体レーシングをメーカーで出してた。そうっす、純正オプションかな、パッケージで後からできるみたいです。アメリカでなんかこの間発表されたと思います。そっちつけちゃった方がいいですよ。ちょっと日本だと満体ってまあちょっと知名度が低いっていうか。そうですね、あんまり馴染みないし、ね、馴染みないけどね、うん、海外じゃね。そうですね、うん、ポルシェで満体したら、うん、知らない人はいない、知らない人はいないよね、うん、いやー、むちゃくちゃいい。だからちょっとこの色と装備と、うん、はい、あとはその肝心の価格、うん、はい、ちょっといろいろ検討してもらって。そうね、かなりいい選択じゃないかなって、うん、個人的には。いや、ありがとうございます。いや、めちゃくちゃいいっすよ。欲しい。スポーツカーだよね。高いじゃあ最後になりますけれども、はい、価格の方に関しては動画なんで、まあ、変動することがありますんで、はい、動画の概要欄から確認していただけるといいと思うんですけども、はい、この車やっぱり価格がポイントかなと。そうですね、中古車市場を見ると大体3000万円前後っていう感じじゃないですか、うん、このお車に関しては相当なお得なプライスで出させていただきたいと思います。じゃあ、はい、ぜひ気になる方は、そうですね、概要欄から車両の詳細チェックしていただけるといいんじゃないかなと、はい、そして買い取りの方絶賛強化中ですよね。そうですね、もちろんもうどんな車でもいいので、まずは、まあ、電話いただいて、ちょっとこんな車持ってるんだけど買い取ってくんないって一言言っていただければ、
対応させていただきますので、カスタマイズされてる車ももちろん、ね、もちろんです、はいはい、というわけでぜひお問い合わせください。というわけで今回はポルシェ Cayman GT4RS をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。